今は、10人ちょっとかな、10人ぐらいかな。サッカーのチームぐらいそうそうそう。あ、僕はね、本当は10人じゃ多いと思ってか。あ、て、そうなんですか。7人の侍っていう映画があってね、あれ、なんで7人なのかってずっと考えてたんだけど、それはね、人間って1、2、3って数えるでしょ。とね、7まではね、どういう差がある人間として、認識できんの。8になったらね、もう認識できなくて、その他大勢になっちゃう。で、だからこう8っていうと、こう横にすると無限大になっちゃうでしょ。だからね、8ちょっと多いのね。だから7人がいいと思ってるんだけど、なかなか7人っていう のは難しくて、ちょっと多い。こっち見ますか。見せてもらえますか？ここは模型ブースみたいな。そうね、この辺はね、大体模型を作ったりしたり、それを見たりする、見てこう、ああしようこうしようっていうことを話し合うようなところですね。長野県の松本という町の作る陸上競技場です。で、今、去年の夏から設計が始まってね、今その、かなり大枠を設計してるところなんですね。で、この中に普通のスタジアムとちょっと違うのは、普通スタジアムでこう全部閉じたスタジアムが多いでしょ。でもこれは閉じてなくて、公園の中にあるものなので、まず周りとこうに開かれてるっていうのが特徴で、あともう一つはね、陸上競技場っていうの、これ陸上の専用競技場なんです。サッカーはここではしないの。で、サッカーをしないってことはどういうことかっていうと、この客席をね、こうトラックのすごい近くまで近づけることができるの。で、そうするとね、走ってる人とか競技してる人のすぐそばに見てるってくれてる人がいるわけね。で、それはすごく選手にとってはやりがいがあるっていうか、いいみたいで、で、例えばここ100メートル走のところなんですよね。この辺がスタートラインでしょ。で、この辺ゴールでしょ。さあ、どこか一番に座りたいです。ゴールの近く。ですよね。この辺ですよね。はい。ここら辺もまあいいでしょう。だああ、からそうこですこね。が一番いいところなんですよ。はい。だからそこは客席多いんです。あ、へえ。で、この辺はあんまり本当だ。座りたくないところ。だ、確この辺はないんです。だから、その普通全体の中で、この辺はね、例えば跳躍競技、棒高跳びとかがあるところなのね。まとめてね。だから、ここはここにも客席があるわけで、陸上競技場って同じ時間にいろんな場所でいろんな競技やってるの。だから自分の興味があるところにこう移動してって見ることができるっていうもんなの。これ、松本ってもうアルプスが近いんですけど、アルプススタンドって呼んでるんで、かわいい。アルプススタンドの格好はこういろいろこう考えてるわけですね。で、大体まあ同じように見えますわね。まあ外から見て違うのはあれですかね、この階段の位置が違うの分かるね。で、穴の位置が違うってことは、どうやってここに席に来るかなんだけど、それはこの後ろに関係するわけでしょ。で、後ろにどこから登ってどう来るかとかっていうので、いろんなバリエーションあるじゃない。で、いろいろ試してどれがいいかっていうのを試してるわけですね。
まあ、こんな競技場の設計をして、ところがね、この競技場は面白いのは松本空港っていう飛行場の横にあるんです。で、その飛行場の滑走路の周り一周ぐるーっと公園になってるの。で、そのだから公園の一部にこれがあるわけ。で、滑走路はもうこの辺にあるの。近いですね。もうすごい近いの。それで今この陸上競技場だけじゃなくて、公園の中の施設もいくつか設計してるのね。例えば、うん、これね、これはあのこれ回るんです。模型見るときにこういろんな角度からこう見たいでしょ。これあの彫刻、彫刻の人がやる使う、彫刻作るときに使うものですよね。こうやってぐるぐる回るとね、こうやっていろんな角度から自分が動かなくても見えるっていう、でこれは何の施設かっていうと、あのそこの公園が一周回ると10キロくらいあるの、はいはい、で10キロコースちゃんとあるのね。でここに走りに来る人って結構いて、それで、その人たちが、まあ、車でここまで来て走るわけですけど、あの走った後とか走る前に着替えるとかシャワー浴びるとかあるでしょ。だからこれランナーズステーションなの、こっちが男性の方でこっち女性かな。で上に登れるっていう、そういう建物です。これは公園だから、その中にいろんな植物植えたりする、そういう市民の団体があるじゃない。でそういう人たちが、使う倉庫とか、ほらここにスコップとかなんか書いてあるけど、そういうのかけとくとことか、まあ、これ落っこっちゃったけど、ここにキッチンみたいなものがあったり、それからこっちは大きなあの、ホールみたいなものがあったりとかしてるのね。そういう建築をこれも設計してるんですね。だからこれは、ね、まだ始まるかどうかっていうところだけど、中国の重慶っていうところに作る、建物を今始まったところなのかな。つまりこの今空いてるこの辺りに建物を作るんだけど、まあ、大きさが決まってるので、例えばこういうふうに作るとどうかっていう模型がありますね。あるいはこれじゃなくて、同じ分量だけどもっとバラバラにして、こう作るとどうかみたいなようなことがやったりすると、まあ、こういうのを今検討中っていう感じ。それは銀座にこの前できたルイ・ヴィトンなんですね。でこれはその模型なんです、本物と同じ素材ですか？そう、なんかいや、もちろんこれアクリルで本物なガラスだし、大きさももちろん違うわけで、でこれはだからアクリルをこう加工してくれるところにこう加工してもらったのね。でこの前ね、これの工場の作ってくれた人が来てね、フォルムって、でこの会社の人にね、あ、これ作ってくれてありがとうございましたって、はいはいはいとかって言ってて、で雑誌でほらこれができたんですよって、すっごいびっくりして、これができるんですか建物でって言って、すごい感動してくれて、僕たちはこれは感動してるんだけどね、あの思ったものをイメージしたものをちゃんと作ってくれたから感動したけど、これを作った人はこの通りに実物ができてると言って感動してるって。事務所名がですね、アズって言うんです。正式はアズで、英語はみんな AS です。読み方がいろいろあるんですね。でどっちでもいいやってことになって、ただ
会社だから一応正式名称っていうのが陶器に出すので、それは僕の独断でアズになってる。あの僕の事務所ができたのが、1991年なんですね。で約30年今年で経つんですね。で それまではあの僕の名前の事務所で、青木淳建築計画事務所っていう名前の事務所だったの、ね、でだけども設計の仕事ってね、実は一人でできないの。それで青木淳建築計画事務所といっても、青木淳という一人の人間が全部やってるわけじゃ全然ないし、スタッフの人が考えたアイデアを取り入れたりしながらやっていくとね。でもちろん設計だけじゃなくて施工を作る人っていうのもいて、その人たちの力がなければ建物できないし、まあいずれにしても建築っていうのは到底一人で作るもんじゃないんですよね。で設計だけで限っても一人でやってないのに、なぜこんなまるで青木淳だけがやってるかのような名前なんだろうっていうのはすごく気になってて、嫌だなと思ってたっていうのがまず大きい理由で、品川さんは、10年ぐらい働いてくれていて、いわゆるチーフっつって事務所の中のまとめ役を5年ぐらい、5、6年やってくれて、まあ、いろんなプロジェクトをまとめ役をしてくれてたのね。でもまあここからどうしようかっていうことで、まあ、一つは彼が独立して自分の事務所を持つっていうこともある。で、まあ、もう一個は事務所に残ってもらって、まあ、これ初めてなんですけど、パートナーといって一緒にこう同じ立場で、事務所を運営していくっていうふうな、どっちもあるわけなんですけど、その後者を選んだで、僕はそう望んだし、まあ、品川君もそれでやってみようと思ってくださった。それでやると、まあ、こうなると当然、ね、青木淳建築計画事務所って名前おかしいわけで、まあ、青木品川だからどうしようってことでアズになったんですが、まあ、あんまり品川さんと青木だからアズというのはあまり どうでも実はよくて、記号として、ここの組織をいう名前がいるので必要なので、それをアズもしくは AS と呼ぶっていう自由なんです。